こちら柏木さんのお宅ですよね。どちら様ですか？ファインマンと言いますが、朝日くんご在宅ですか？あら、朝日のお友達？いや、まあ、友達というか、なんというか。あなた、ひょっとして伊沢博士の？やっぱり、愛ちゃんのことで何かあったのね。どうして？それくらいあの子の様子を見ればわかります。でも無理ないわよね。だって朝日と愛ちゃんは好きとか嫌いとか言い出すようになるよりもずっと前から二人一緒だったんだもの。少し朝日くんとお話ししたいんですけど。どうぞ、朝日なら部屋にいます。すみません、お邪魔します。朝日、詳しいことはわからないけどしっかりね、応援してるから。あら、いやだ、食洗機止まってる。どうしたのかしら。また昨日みたいなことにならないといいけど。次回恋愛フロップス第9話、ママから赤ちゃんプレイのお誘いだぞ。延長大丈夫そう？